ノースサスカチュワン川流域上流部のアブラハム湖付近の衛星画像。画面上が北東。ノースサスカチュワン川はカナダのアルバータ州及びサスカチュワン州を流れる河川である。サスカチュワン川の支流である。源流はカナディアンロッキーに存在するコロンビア表現の一部であるサスカチュワン氷河の先端で南東にアイスフィールド高速道路と並んでバンフ国立公園を流れる。 デビット・トンプソン・ハイウェイに沿って北東へ向きを変えて約1 0トル流れ、次に東へ約3 0トルそこからはアブラハム湖まで北へ流れる。アブラハム湖の北端にはビッグ・ホーン・ダムがあり、川は東のロッキー・マウンテン・ハウスの方向へ向かう。ロッキー・マウンテン・ハウスで再び北へ1 0 0トル流れ、東を向き変える。エドモントンでは 街の中央は北東に流れ、この街を出ると、スモーキーレークの街へ向かい、そこで南東へ向きを変え、サスカチュワン州へ入る。州の境界からは南東へ流れ、ノースバトルフォードを経由する。サスカトゥーンの手前 40km の地点で北西に、展示、プリンスアルバートの東 30km で、サウスサスカチュワン側と合流し、サスカチュワン側となる。ありがとうございます。